いけ、ミライドン。オッケー、オッケー、いきます。まずはニャオハゲットなるか。オッケー、ニャオハゲット。次クワス、オッケー、クワスもゲット。そしてラストコゲータ、相手の時間を、オッケー、よっしゃい。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ポケモンアルティマッチ01ピカチュウ VS リザードンスタートセットと、はい、こちら02コライドンマスターボール、03ミライドンマスターボールです。それでは見ていきましょう。ということで、いや、このポケモンアルティマッチ、ま、今日7月8日土曜日発売なんですけど、めちゃくちゃ楽しみにしていたこのタカラトミーの最新バトルホビーになります。いや、このポケモンがさ、あのおもちゃになって、で実際にバトルして遊べるっていうの最高ですよね。はい。で、このピカチュウ VS リザードンスタートセットはもうこれ買えばすぐにこう2人で対戦できちゃうよっていうセットで、この2つ、これは単品でね、このシューターが入ってるってやつなんですけど、もちろんこの単品買いしても1人で遊べますっていう、最強のおもちゃとなっております。で、これ裏、はい、こんな感じになってまして、はい、まずは銃の遊びを極めよう、もういろんなね遊びができちゃうわけですな、これで。はい、まあ、ということで、早速、取り出しをねしていきましょう。まずはこちら、スタートセットね。はい、どんな中身になっているんでしょうか。めちゃくちゃ大きいからね。はい、うっ、すごっ、長っ。はい、で、この段ボールの中身は、はい、うわー、なるほどね。はい、で、こっちにピカチュウとリザードンがいると、はい、厳重にね保管されております。うーわー、いい色しておる。はい、ということで、次、こちらですね。はい、コライドンも開けていきましょう。中身が、おー、はい、来ました来ました。はい、段ボールの中にマスターボールとコライドンが入っている。そしてミライドン、こちらもね開けていきましょう。はい、あ、待って、ここにポケモンたちいるじゃん。レッグーザダークライ、懐かしい、映画見たわ、映画見たわ。めっちゃデオキシスとかさ、あとダークライも、はい、うわ、来ました。はい、いや、めちゃくちゃいい色してますね。ということで、早速取り出していきます。中身を取り出すとこのような感じになっております。まずこのスタートセットからいくと、このスタジアムで、このモンスターボール2つ、ピカチュウ、リザードンで、このディスクと、あとターゲットの台座で、この支柱パーツ、スタジアムのね、はい、で、このターゲット、はい、これで、シールで、まあ、この説明書みたいな感じになっております。で、こっちのコライドン、ミライドンはこのマスターボールコライドン、説明書、シールで、この箱から切り離したこのターゲットと、この台座とディスクで、まあ、ミライドンもね同じくマスターボール、ミライドン、ディスク、台座、シール、説明書、箱から切り離したターゲットっていう感じになっております。じゃあ早速この、シールをね、貼っていきたいと思います。はい、ということで、それぞれシールを貼り終えましたので見ていきましょう。まずピカチュウ、はい、こんな感じで、リザードン、はい、コライドン、ミライドン、はい、こんな感じになっております。シールをね貼るとだいぶもうこのポケモンの再現度が高くなりますね。はい、じゃあこのポケモンアルティマッチのギミックの説明ちょっとしていきたいと思います。まずこのそれぞれ3つのパーツに分けることができます。はい、こんな感じで、まずはこちら一番外側のパーツ、モンスターボール、で次ユニットパーツ、ディスクを発射するこのトリガーがついたパーツですね。でこちらがポケモンの、ま、パーツになります。でこれを全て組み合わせる、はい、カチッと組み合わせて、これ開いて、でここにこう滑り込ませるようにこうスッとこう入れてあげて、上から押さえつける、はい、カチッとね、はい、やってあげればこれで、はい、このシューターの完成になります。でここに安全装置ってのがありまして、この状態だとディスクは発射できません。はい。で、まあ、ピカチュウだけこのカバーがついてるんですけど、一旦カバーを外してあげて、はい、これですね。で、このディスク入れます。で、どうやったらこの安全装置がなくなるかっていうと、こう地面に
置く。置くとここのパーツがちょっと上にキュッといきます。はい、キュッといくとこのトリガーが押せるようになるので、こう普通の地面にこう置いてください。そしたらはい、シュンってこうねディスクを発射することができます。なのでこうやって持って遊んでる時にちょっとこう浮かしちゃったりすると、もうその時点で安全装置働いちゃってこう打てなくなるので、絶対こう地面にから離さないようにして、こうやって打つようにしましょう。これめちゃくちゃ大事ですね。はい、でそれぞれの特徴をちょっと見ていきたいと思います。まずはこのピカチュウとリザードンはあの全て、まあ、ほぼ一緒です。この外側のこのポケモンが違うぐらいですね。はい、ピカチュウね、はい、かわいい、リザードンかっこいいっていう違いがあります。このユニットパーツはどっちも一緒、バランスタイプになっております。でこのモンスターボールも普通のモンスターボールで、特にね特徴とかはないですね。なのでこのピカチュウとリザードンはバランスタイプになっております。はい、で次こっち、コライドンとミライドン、これはフォースタイプって言います。はい、でこのフォースタイプが何なのかっていうと、はい、このモンスターボールとマスターボール見てみてください。はい、この横になんかついてるじゃないですか。はい、これの違いですね。これをギュッと横から押した状態でこのトリガーを押してあげると、なんと締め打ちといって、めちゃくちゃ早いディスク、早くディスクをシュートすることができる。なのでこのコライドンとミライドンは見てください、この箱に書いてるんですけど、スピードがめちゃくちゃ高いんですよね。なのでこのフォースタイプっていう感じになっております。はい、でこのコライドンとミライドンもこれ外せます、もちろん。でこうやってバラバラにできるんですけど、このユニットパーツもユニットパーツは一緒です。このピカチュウとリザードンと同じバランスタイプなので、違うのはこのマスターボールですね。はい、なのではい、現状この最強ねパーツはマスターボールなのかなと思います。この特にこのポケモンたちとユニットパーツは今のところ一緒なので、はい、なので強いのが欲しいと思ったら、まあ、マスターボールのコライドンかミライドン買いましょうっていうね形になると思います。はい、ということで、まあ、使いこなせるかはその人次第ですけど、はい、って感じになります。じゃあ早速ちょっとこれで、まずはバトルの前に一人でできるモードで遊んでみたいと思います。それでは早速遊んでいきたいと思います。で、まあ、このセット買うと、まあ、いろいろねこの遊び方が説明書に書いてます、この10個。はい、で、まあ、これ以外にもいろいろね遊び方はあると思うんですけれども、今回はこっちのミライドンコライドンの単品買いをしたよって方でも遊べるような遊びやっていきたいと思います。まずは技トレーニングですよ。いや、このさ、ポケモンのゲームとかアニメとかの、まあ、ポケモンって技使うじゃないですか。それをこう実際にねこうやって遊べるっていうのが、このリアルでね、この現実でこのポケモンの技をトレーニングできるっていうのがおもろいですよね。はい、でこの技トレーニングが50センチ離します。まあこれはもうなんかこう定規とかで測ってもらって、はい、で2個ターゲットをね、はい、こう置きます。今回はダークライとアルセウス、はい、最強コンビ、はい、置きまして、でこれをこのディスク2枚だけを使って倒すっていう競技になっております。ここにそのままディスクは入れれば OK です。はい、じゃあやっていきましょう。この2発で倒せれば、リザードンはちょっとじゃあ今回特別フレアドライブにしましょう。今回は、はい、フレアドライブ成功ってことにします。はい、じゃあいきます。技トレーニングスタート。いけるか、フレアドライブが成功するか。いけ、うわ、 OK。 うわー、ということでこれはねダーくらいしか倒せなかったので、フレアドライブ失敗になります。難しいね。はい、でちょっと次こっちのミライドンでやってみましょう。この締め打ちをちょっとね体験してみたいので、はい、ちょっとディスクは同じ赤でいきますけれども、はい、ちゃんと発射でいきます。でちょっとここをこう閉じてシュートしてみます。
いきます。ミライドンの場合はテラバーストになります、技が。はい、テラバースト成功なるか。いけミライドン、オッケー、オッケー。ということでミライドンのテラバースト成功になります。あー、おもろいね。おもろいし、あとこれやっぱり締め打ち強いね。まっていう遊びが、今のが技トレーニングですね。それでは次はポケモンゲットやっていきたいと思います。なんとゲットもできちゃうと。はい、このピカチュウをこうやって外してあげます。はい、で外して、ちょっとこれ取れちゃいましたけど、はい、このモンスターボールとピカチュウで分けます。でこのモンスターボールを、はい、ここに、ここか、はい、このモンスターボールの位置に置きます。まあ、このスタジアムない人は普通にこうね、長い長い距離をね置きます。でディスクを入れます。はい、でこのモンスターボールの中に、はい、このさっきのね、このパーツ、ターゲットを置く、こんな感じで置きます。ちょっと見えやすいようにこうやって置きますけど、はい、でこれがどうなるのかっていうと、ここの部分にディスクが当たるとこのカポって閉じてポケモンゲットになります。はい、ということで、はい、このいろんなね技とかこのポケモンゲットとかって、ポケモンのね、ほんと世界がこのポケモンアルティマッチには反映されてます。はい、でこのモンスターボールない状態でもこれ発射できます。はい、ということでやっていきましょう。ゲットなるか。レッグーザめちゃくちゃ強いからね。はい、いきます。天空の塔、オッケー。はい、あ、ちょっと待って待って待って、これ出てるね、レッグーザ。これは失敗にしましょう。ちょっと今回厳しくいきます。はい、このポケモン出ちゃったんで失敗です。ちょっともうちょっと奥目に入れた方がいいかな。うん、はい、ちょっと奥、結構奥側にちょっと入れます。はい、いや難しいかもこれ、意外と。ちょっともう一回いきます。はい、ピカチュウいけ、ボルテッカ、うわ、さすが伝説ですわ。はい、レッグーザね。はい、ガルオ転生かな。はい、それメガレッグーザでした。はい、いきます。はい、ポケモンゲット。しかもモンスターボールでレッグーザゲットです。マスターボールは使ってません。はい、っていう遊びができる。さらに、さらになんですけど、はい、このモンスターボールになんと、はい、こちらみんな大好きモンコレ、この、まあ、今回ニャオかね。はい、はい、なんとちょうどぴったり入ります。はい、こんな感じでかわいい。でさらに、はい、ちょっと閉じちゃったけど、他にもこのモンスターボール複数買いしてる人、例えば、はい、僕みたいにこうやってミライドンもコライドンも買ったよっていう人がもしいましたら、こうやって一旦外してください。このミライドンとコライドン、まあ、もちろんミライドンとコライドンそのままこう置いてゲットってこともできます。はい、ので、まあそれもありです。はい、で今回やっていくのは、ちょっとモンコレをここに並べます。今回並べるのは、はい、このこちら、はい、御三家、はい、ニャオハ、クワス、ホゲータ、はい、この3匹並べていきます。はい、ということでここにね、はい、ニャオハ、クワス、ホゲータ、うん、かわいい。ということでこうやってね並べていきます。この3匹をゲットできるかっていうね。はい、これめちゃくちゃ大事ですよ、冒険の始まり。はい、ということでディスク3枚入れてピカチュウでちょっと挑戦してみます。いきます。まずはニャオハゲットなるか。オッケー、ニャオハゲット。次クワス、オッケー、クワスもゲット。そしてラストコゲータ、いけるか。うーん、うわ、ちょっと泣きの一回お願いします。コゲータゲットだぜ。ちょっと待ってよ。はい、コゲータゲットだぜ。はい、完璧です。ということで、このようにモンコレとも、自分のねモンコレ持ってる人は何でもいいです。まあ、でっかいモンコレシリーズ、 なんか伝説だとでっかいやつあるじゃないですか。あれだと入んないけど、これちっちゃい普通の
なんかあのシリーズだとこうやってこのモンスターボールに入れてゲットするってことができますね。めちゃくちゃ楽しいですよこれ。はい、で、まあ、さっきも言ったんですけど、もちろんこのモンコレなくても普通にこのミライドンコライドンとか買って、そのままこのミライドンコライドンをこのようにね、はい、置いても OK です。はい、こんな感じで、でこの状態でもちろんこの一人で遊ぶ時もね、こうやって、まあ、ディスク入れます。でこうやって、ちょっと待って、強っ、ミライドン強い、はい、こうやってゲットだぜっていうね、はい、こういうこともできるっていうね、はい、まあ、なので本当にいろんな遊び方ができます。はい、はい、それでは今からバトルやっていきたいと思います。でまずはここ下すべてが空いてる状態ですね。はい、なのでこう狙いやすいし、もう相手からも狙われやすい状態です。でここの空間、自分の空間であればもうどこにでも動かして OK なんですけれども、こう近く行きすぎるともちろんこっちも狙いやすいんですけど、相手からも狙われやすいっていうリスクがありますっていう駆け引きをしながらこう狙っていくっていうのがこのポケモンアルティマッチになるので、はい、じゃあ早速やっていきましょう。で、あの1個ルール忘れてたんですけど、このディスクは相手の方にこうシューってね発射したら、もうこれは相手がこうやって使っていいっていうことになります。はい、じゃあやっていきましょう。ポケモンバトルスタートでこのディスク入れて OK にします。じゃあいきます、ポケモンバトルスタート。いやダメだ、当たんなかった。入れて、いい感じに入れてからいきます。やば、当たんない、やばいやばいやばい、危ねえ危ねえ、守る、リザードの守る、はい、やばいやばいやばい、ディスクない、ディスクない、ディスクない、うわちょっと当たんないか、うわ10万ボルトですね、おそらくが決まりまして、リザードの効果抜群でゲット、倒されてねしまいました。このヒットポイントにね綺麗に当たったので、負けましたと。はい、いやこれはおもろいね、ちょっと、はい、っていう、やっぱここが空いてるので全部なので、こうやっぱどっからでもこう狙いやすいですよね。はい、いや面白いね、ちょっともう一回いきましょう。今度はこれをこの逆さまにこう反対向きにこうできます。はい、こうやってで反対向きにした場合どうなるかっていうと、ここのアーチの部分しかこれ隙間がありません。なのでこれどうなってるのかっていうと、ここにディスクが当たっても跳ね返されます。いきます、はい、こんな感じでいかないんですよ。なのでここの隙間からちゃんとこうやって相手を狙わないとディスクがいかないっていう、ちょっとね難しいモードになっております。じゃあ早速これでやっていきましょう。それではいきます。さっきの全て空いてたのが短期決戦モードで、はい、ここの少ない空間しか空いてないのが長期決戦モードになります。こっちの方がバトルの時間が長くなると思います。はい、ということでこれでやっていきましょう。ポケモンバトルスタート。ここにいれば絶対大丈夫。はい、でまずはディスク入れタイムがありまして、このリザードの炎をねチャージしていくっていうこの時間ですね。はい、で全てチャージし終わり、やばい、相手もこっちを向いていないので、ちょっとこれは待ちですね。はい、で相手の時間を OK、 よっしゃい、ということでこれはさすがにめちゃくちゃ早かったんで、ということでこのニトロチャージで倒したっていうことになるでしょう。はい、面白いね。ちょっともう一回いきましょうか。次はじゃあポケモン変えます。はい、こちらコライドンとミライドンですね。はい、こっちはこの締め打ちがあるので、さっきよりもこの弾が速くなるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとやってみましょう。それでは次は、こちら短期決戦モードでこのミライドンとコライドンで戦っていきたいと思います。この締め打ちを使うっていうところがポイントですね。それでは行きましょう。ポケモンバトルスタート。よ
これちょっと入れるところがさっきより狭いですね。なので入れるのに時間がかかるかもしれない。これ入れ終わった時が勝負ですね。狙うか狙うか、無理無理だ無理だ無理だ。いた、おい来ました。ということで、はい、これ完全にアクセルブレイク決まりましたね。はい、まあ、ということで、今ちょっとねこのミライドンのこの左腕もちょっと打ち落としてしまったんですけど、アクセルブレイクで、はい、これ外れた場合はこうやってすぐにこうくっつけることができるので、はい、でこれで OK です。はい、で復活できます。なので、はい、今のはもう完璧、アクセルブレイクで、コライドンの勝利になります。もうめちゃくちゃ短期決戦でしたね。はい、っていうこのやっぱ締め打ちのスピードがすごかったな。はい、じゃあ次これをまたこうやってね、はい、くるっと回転させてあげて、この狭いモードね、はい、長期決戦モードでやっていきたいと思います。ちょっとディスクちょっと入れたままにしよっかな。入れるの結構時間かかるんで、はい、じゃあそれということでこの入れた状態でやっていきましょう。短期決戦モードいきます。ポケモンバトルスタート。オーケー、よし、やばい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 、この挟まる挟まる、全然、うわっ、しっかりやばいやばい、危ない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 、よし、ちょっと一旦このディスク入れタイムを挟みまして、このブレイクタイムでいかにディスクを、はい、ディスクを入れまくってから、はい、溜めた状態で、やばい、めっちゃ外した、めっちゃ外した、オッケー、はい、決まっちゃいました。ということでミライドンの稲妻ドライブすべて、避けまくって、最後ね、激輪かなで、ミライドンにね、はい、効果抜群の、技をね、決めて、勝利しました。はい、まあ、ていうね、遊び方ができるわけですね。ということで今回のポケモンアルティマッチの動画ね、いかがだったでしょうか。いやこれはねおもろい、ということで、ほんと皆さんにねちょっと体験してほしいですね。で個人的に思ったのが、もちろんこのね、リザードンとピカチュウのねセット買って、友達とかとバトルするのもちろん楽しいんですけど、今この2つセット買うの迷ってる方とか、ちょっと興味あるけどちょっとどうしようって思ってる方、これどっちか単品、このコライドンかミライドン、ちょっとこれ買ってほしいですね。でこのこれね、はい、ポケモンコレモンコレをこうこのマスターボールの中に入れてもらって、でまあ、モンコレでもいいし、さっきのこのターゲットでもいいしね。はい、こうやって入れてもらって、で、ちょっと遊んでみてほしいですね。このね、アルティマッチのめちゃくちゃ個人的に好きなところが、このヒットポイントに当たって、この、いきますよ。ガッシャーンっていうこの、ガッシャーン、これ、この爽快感が、ちょっとめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。このシュートするこのこれもめっちゃねシュートしやすいしね、はい、このちょ今安全装置働いてますけど、はい、いやなのでちょっとこれはねとりあえず単品買いしてほしい商品だなと思いましたね。で単品買いして、で友達も単品買いしてたらバトルできるしね、はい、ということで、ちょっとこれね、みんなにやってほしいですね。はい。まあ、ということで、ちょっと、いずれはさ、ポケモンアルティマッチ大会とかさ、やってほしいですよね。って思いましたね、これは。うん。めちゃくちゃ面白い。で、今後、月光牙とルカリオの登場も、今発表されてるので、ちょっとそれもね違うこのバランスタイプフォースタイプとはまた違ったタイプなので楽しみにねしたいなと思います。はい、ということで
今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。